もういっそ全部を捨ててしまえたなら、ありがちな今日を愛せたら、静かに一人つぶやいた。山崎エリー、エリーカフェ。皆さんこんばんは、山崎エリーです。山崎エリー、エリーカフェ第48回がスタートしました。みんな、あの二重がね、変わってたんです。ショートになったからショートにしてもらってます。皆さん元気でしょうか。あ、そう、これになったのね。あの、私はですね、絶賛今ライブの自主練をしてまして、今日もね、朝お昼ぐらいから自主練をしてきたんですけど、もうそこで声を使い果たしまして、若干カスカスになってる気がしなくもないですが、私は元気です。先月の放送はですね、新曲や髪型のね、これのお披露目がエリカフェだったので、ボブリーさんでね、はい、お届けしてるんですけど、髪型のね、そのね話で、ウィッグ生活を2ヶ月やってたって言ったじゃないですか。この姿初めて見るんじゃない？いやー、なんか嫌この子をね、ずっとかぶ、この子っていうか、この部分をずっとかぶってたんですよね。フルウィッグだったからさね、見慣れてない、この後ろ姿これだったの。貞子じゃないよ、怖くないよ。そう、一応ね、梅雨の時期ではあったんですけど、これかぶってる時はそのイベント中とか室内じゃない、だからロケとかなくてよかったなって思った。あの、ちょっとここに置いとこうかなって思ったけど、怖いな。だってあれ、ミントちゃん置いとけば可愛さ増えたりする？そういうんでもなさそうこれ一旦置いといてみて、ちょっとみんなが怖いっていうコメントが多かったら、ちょっと徐々にこうね、フレームアウトしていく式で、はい夏だからね、ホラーもね。はい、ではお届けしたいと思います。もう卒業ということで、ありがとうございました。卒業式ですジオです。さて、番組では皆さんからのメールを募集しています。本日のテーマはこちら、ときめいたことです。8月9日水曜日発売のニューシングル、ときめきズムにちなみまして、今回は皆さんがときめいたことを教えてくださいというホラー配信じゃないよ、ときめいたことだよキュンキュンしたことでもいいし、あとときめくは心躍るとか、まあ出来事的なねエピソードあればぜひぜひなんですけど、私なんかあるかな。そうだな、あーでも髪型がやっぱ変わったので、あのお洋服選びがだいぶ変わりまして、なんだろう、こうちょっと今までよく着てた綺麗めのワンピース、花柄のね綺麗めのワンピース大好きなんだけど、形によってはなんか違うになってきちゃって、で首元が開いてる服じゃないやつで結構探しがちになりました。もともとそういうの好きなんだけど、でもシンプルな服が相性いいなとかいうの探してて、最近そのお洋服屋さんに行ってときめいてます。いろいろ見て合うかな合うかなって実験中、多分ね瞑想してくると思うので、あの配信とかでね、あ今日はこういうのに挑戦したかったのかなエリーちゃんと思ってもらえたらいいなって思ってます。はい、その他ですね、動物の可愛い瞬間を収めた動画を見てときめいたとか、美味しすぎるパンケーキを食べてときめいたとか、一点物の可愛いアクセサリーを見つけてときめいたなど、ぜひぜひ皆さん送っていただけたらと思います。アドレスは上コメントに出ております、お願いします。さあ、この番組ですが、前半パートは無料で全編視聴できます。後半パートは会員限定放送となりますので、よろしければ声優グランプリチャンネルにご加入いただき、後半も視聴していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ではでは、まずはこちらのコーナーから参りましょう。エリーのお菓子。こちらは番組スタッフさんおすすめのお菓子をいただくという感じに私が得しちゃうコーナーですが、今回はお飲み物。世界で800店舗以上を展開する台湾茶ドリンク専門店ハッピーレモンの期間限定特製梅紅茶です。あー、これハワイにありました、このお店これ、あ
の入ろうと思ったけど入んなかったお店です。いや、ハワイの良かったです。あ、いや、ハッピーレモンってお店知らなくて、でもあの日本で2店舗しかない、東京に2店舗しかないって伺ってたんですよ。でもこれで分かった、このね、あの人間の子、あの人間の子、あのなんかレモンの形した女の子みたいな顔があるんですけど、このお店あった、びっくりした。でもね、今回はハッピーレモンの梅紅茶なので、あ、そうだ、あとお菓子も紹介します。お菓子は、1805年創業の和菓子店船橋屋のくず餅入り白玉あんみつです。あ、わー、え、すごい、見て、なんかいっぱいいろんな種類が入ってる。あんみつって、私20代超えてから、20代超えて20歳超えてから食べたんですよ、初めて。美味しさを知った、なんか和菓子のその良さっていうのをすごく、なんだろう、10代の時には気づけなかったのを今ここで知ることが多かったけど、今回は多分梅紅茶に合わせてこっちもちょっと和菓子っぽい感じに、自称25歳本当、私がもしこれで30代だったらちょっと自分的にどうかなって思っちゃうんですけどもうちょっとしっかりしたいな。ではいただきます。あれじゃないですか、ベビータッピってやつじゃないですか。知ってるけどやらないやるタイプじゃないけど、ベビータッピって、あー、すごい、びっくりしたちょっと思った以上に柔らかかったですではいただきます勢いねなんか入ってます、梅ゼリー。うーん、おいしいけどストロー太美味しい、さっぱりしてますね。あのね、なんかずっと飲んじゃう。あの甘さはそんなに多くはないんですけど、でも梅のあのなんだろうな、渋さとかなんか酸っぱ感があんまりなくって、でさっぱり感に変わってる、美味しい。あとゼリーがプルプルだから余計にスッと入ってくれていいですね。ちょっとデザート感覚かもしれないです。そしてあんみつ、白玉大好きなの。でもこれってなんかあんこはこうちょっとアイスみたいに入ってて、白玉もこう丸く入ってて、これはなんかみんなミックスすればいいね。とりあえず白玉から待って、ちょっと待って、ちょ、順番がある、順番が。ちょっと、整列。いただきます。うん、もちもちなんか食感が、もちもちしてる、美味しい。あ、これに、じゃあ、あんこつけて、食べてみますね。あ、こしあんだ、おいしい。私こしあん派なのですごい食べやすいし、なんかね、下の方にもね、謎の実がいっぱい入ってるこれなんだろう、謎だけど美味しいです黒豆っていうの、あ、小豆の元なんですかね、ちょっとわかんないけどちょっとわかんないけど、すごい美味しいから皆さんおすすめです。の船橋屋さん、ぜひ皆さん行ってみてください、美味しいです、すごく。ではでは、こちらお菓子でした。ではメールの方を読みたいと思います。あ、小豆の元なのかな。ショウさんからいただきました、ありがとうございます。ゆりーちゃんこんばんは。こんばんは、ショウさん。さて、シックスライブまで10日を切りましたね。ね、
自分も通勤の時はエリーちゃんの曲をひたすらリピートしてライブに備えています。エリーちゃんも個人的練習だけでなくバンドとのリハーサルなどが本格的になっている頃かと存じます。自分はステージの裏側のことはよくわかりませんが、いつも見えないところで頑張ってくれて本当にありがとうございます。さて今回のライブは声出し OK とのことで、ファーストアルバムのあの曲やセカンドアルバムのあの曲やエリー名義のあの曲が久しぶりに聴ける予感がしてワクワクしています。そこで質問なのですが、エリーちゃんは今回のライブで声出し以外にファンの人にしてほしいことはありますか？この曲は何色のペンライトを振ってほしいとか、この曲のサビは一緒に振りを真似してほしいなどありましたら教えていただけると嬉しいです。それでは暑い日が続いていますが、お体に気をつけてお過ごしくださいということでありがとうございます。いよいよ10日を切りました。みんな10日を切ったんだよっていうね、もうびっくりびっくりなんですけど、まだあのバンドメンバーさんとはお会いしていなくって、ゲネがねもうちょっと先なんですよ。だからまだ自主練していて、一応その音源データもらったんですけど、まだ合わせてないのだからね。なんか自分の中でこうしたいああしたいはあっても、やっぱバンドさんと合わせたら全然違くなるんですよ。もうガラッと変わるから。だからもうすごい震えています。震えています。でも本当に皆さんお優しいので、スタッフさんとバンドメンバーさんに助けてもらおうと思っているんですが、そうね、声出し以外にファンの人にしてほしいこと、でもあんまりさ、なんかさ、こう決めすぎるとさ、求めすぎるとさ、なんか来づらくなっちゃったら嫌だから、あんまり決めたくはないなと思うんですけど、個人的にはピンク色の、なんかサイリウムをお持ちの方はピンク色のサイリウムを振ってもらえるとなんかわーってなるかもしれない、好きだから。あと白とかね、サビ一緒に振り真似してほしい。まあ、ジグザグエモーションズはもう振り付け動画を出したので、そちらの方は一緒にちょっとちっちゃめにやってもらえたら嬉しいなと思いつつ、あとはなんだろうな、恥ずかしがらずに、みんな仲間だと思って、ぜひエリーちゃんとかなんかこう思いの丈を述べてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。名前呼ばれたら私泣いちゃうかもしれない。ではでは続いてにゃんこゆたかさんからいただきました。ありがとうございます。にゃんこゆたかさん、エリーちゃんこんばんは。こんばんは。ついに来週末に迫ったライブバブルのグッズが発表されましたね。うん、定番グッズの T シャツは初めてのビジュアルフォトTで、はっきりエリーとこっそりエリーの2種。せっかくなのでライブ当日だけでなく、ときめきズムのリリーブでもこれ着てライブの感想を語り合いたい。そして触り心地に定評がある今バーディータオルが今回もグッズ化。イントネーションを間違えないように丸と×が書かれている優しさ。続きまして、個人的に今回の目玉商品だと思っているハッシュタグエリーちゃんお散歩だよポーチ、アクリルは傷がつきやすいので、これで安心安全にいろんなエリーちゃんをお外に連れ出せます。そして缶バッジ10種はどんなエリーちゃんに出会えるか楽しみですが、エリーちゃんが着ていらっしゃる衣装はもしかして、ライブ当日がますます楽しみになってきました。そして押し付けとは、それでは9日後にエリーちゃんとお会いできることめちゃんこ楽しみにしていますね、バイバイということでありがとうございます。すごいご丁寧に一個ずつ。そうなんです、今回グッズをですねいろいろ考えまして出させていただきました。私のライブのグッズって基本的にライブグッズだとわからないものを今まで出してたんですよ。でもグッズ担当のお兄さんが、いや今回はビジュアルの T シャツを作りたいです今回は作りたいですって前回も言われたんですけどちょっとロゴを押したいって言ってで、あ、じゃあもう次こそはって言われて、その次が今回来たんですけど、やっぱさ結構分かれると思ってて、グッズっぽくないのが好きっていう人と、グッズであってほしいっていう人と結構二極化すると思うんですよ。で、今まで私も確かになんかロゴモチーフとかこっそりみたいなものが多かった分、今回はじゃあもうビジュアルをがっつり出してみようっていう話になって写真を使ったんですけど、水彩っぽくなってるの、はっきりエリーの方は。で、水彩の感じのレタッチは私が自分でこうしたいですってアイデア出させていただいて、デザイン組んでいただいてて、でビジュアルティーのもう一個は黒 T シャツなんですけど、絵柄も黒なの。だからよく見ないと私だってわからないような仕様なので、
なんかこうジャケットだったりパーカーだったりに重ねてもらうと、もうほんと黒 T シャツにしか見えないんじゃないかなと思ってます。まあ、他にもね、まあ缶バッジもショートにしてから初めてだし、あと個人的にはポーチはみんなからそのこれはねあなたが欲しいだけじゃないみたいな感じに言われちゃってて、みんなあんま求めてないんじゃないみたいな感じの打ち合わせだったんですけど、いやアクスタをその持ち運ぶにはポーチがやっぱ必要なんです。しかもクリアポーチでカラビナが何て言うんですか、カチャンってはめるやつ、カラビナ付きなんですよ。もうだからすぐ持ち歩いてすぐこう出してすぐ写真撮れるっていう最高な品なんですけど、それを激推ししてますね。あとは今治さんのタオルを一緒の今治さんのタオルを今回作っていただいて、もうロゴ今治ってローマ字で書いてあるのでぜひ見てみてください。お願いします。ではではということでここまでとなります。引き続きメールお待ちしております。どんどん送ってきてください。ではここで1曲お届けしましょう。8月9日水曜日発売、山崎恵里フィフスシングルときめきズムのカップリング曲です。聴いてください。アクマチックシンドローム。ねえちょっと様子見しないでよ、曖昧な態度はやめて、魅惑の果実カンビネリズムに身を委ねて、こんなんじゃまだまだ足りない、シンドロームでした。アンコーラス聞いていただきましたがいかがでしたでしょうか。一回だけねラジオの方で流させていただいたんですけど、ニコ生では初めましてとなります。今回は小悪魔曲をどうしても作りたくてですね、で私これ自分からオーダーしたんですよ。でどうしてもちょっとまあいわゆる私の悪い感じ、ワリーさんって言われてるんですけど、そのワリーさんの曲の幅をちょっと増やしたくて、で小悪魔っぽいやつないなって思ったのと、あと私の曲って全体的に広い愛とか、あとは恋に焦がれるみたいなものが多かったので、じゃなくてなんかもうズドンみたいな、もうロックオンみたいな曲歌ってみたいな、もうそれも体験したことないしっていうのの大集合がこれになりますね。でまあコメントにもありましたけど、息をとにかく頑張ったし、その息がすごくキーに なってるなと思いつつ、もう結構こだわりましたね。でもね、ときめきズムとアクマチックシンドロームがセットになってるんですけど、ときめきズムがレコーディングが一番長くて過去最長で、アクマチックは一瞬で終わった、一瞬って言い過ぎかもしれないけど、体感で言ったらすごい一瞬で終わったような、あっという間に撮り終えちゃったっていう、すごい対極した2曲になっておりまして、アクマチックはすごく当たっちゃうんですけど、アクマチックは私そのデモ曲をいただいた時に初めて思った一言が、これは表題にしたいってすごい思って2回ぐらいディレクターさんに言ったんですけど、いやでもこれはまあカップリングで見せるみたいな感じっていう風に言われて、でも本当に表題にしたいくらいにはすごく好きな曲です。もちろんときめきズムも好きですけどね。いやー楽しかったな。これライブとかでねまたやったら変わりそうだし、またこう皆さんが聞いた時のそのテンション感でもなんかこう変わりそう。
誘うみたいな方なのか何なのかみたいなのもね、はい、ぜひフルで楽しんでもらえたらと思います。ということでアクマチックシンドロームも収録されている山崎リーフィフスシングルときめきズムは8月9日水曜日発売です。よろしくお願いいたします。続いてはこちらのコーナーに参りましょう。エリーの宣伝。この番組をたくさんの方に知っていただくため、セイグラチャンネルの別番組などで流すための CM を番組内で収録するコーナーです。収録したものは実際に各番組で放送してもらいます。なお CM 原稿は皆さんから募集したいと思っておりますので、ぜひ番組反映のための CM 原稿を考えてみてください。長さは基本的には音声のみの CM で、長さは20秒くらいでまとめていただけると助かります。それでは今回はなんだろうな、秋元秋さんからいただきました。ありがとうございます。はい、ではいきます。よーいスタート。山崎エリーエリーカフェは花火のように綺麗で楽しい番組です。ねえ、私と一緒に夏の思い出作ろ。1行目のピュードンパラ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 、はい、ちょっと声の音量低すぎるんで、声の音量が低すぎる。もうちょっと誇張して花火っぽくしてください。ちゃんとピュードンパラパラパラ、あ、はい、大げさに花火やった。わかりました、はい、で、次の山崎エリエリカフェは、はい、っていうところ、ちょっと説明っぽくちゃんと言われてもらったんですけども、はい、ここもその後ろと一緒にセルフみたいな感じで、あ、わかりました。夏祭りの会場にいます、はい、花火上がります、はい、隣の男の子に向かって言ってる感じの雰囲気になってます。ちょっと入り込みづらいですね。なんか急に結構尖った女の子ですね。いや、いい、いい、あ、私の番組、セリフが違うだけで、また来年もこの花火一緒に見ようねのテンションでずっと言ってほしい、はい、はい、で最後のピューパン、パンが短いのでもっとこのパンっていうよりドーンの方がいいかな。ドーン、余裕持たすから。あきさん、すいません、ドーンです。ドーンに変えちゃおう。はい、よろしくです。夏祭りデートでなんか嫌な思い出あったなんかディレクターテンション高いって書いてある。そうそう、なんかあったんですかね。強い、花火に対しての圧が強い。では、いきます。どうしよう、いきます。よーい、スタート。ドーン。わかんないよ。合ってる。これ、よくわかんなくなっちゃう。いい花火、いい花火。あ、わかりました。じゃあ、隅田川見たい。なんだろう、この熱意。はい、では。よーい、スタート。ドーン。山崎エリーエリーカフェは花火のように綺麗で楽しい番組です。ねえ、私と一緒にさ、夏の思い出作ろ。ピューダー。なげえな、なげえな、なげえな、なげえな。5秒ぐらい長いっす。なんか花火迫力出してくれみたいなね。なんか花火そんなだったらやんなくちゃっていいじゃん。音の大きさは良かったです。ちょっと全体的に短くしてください。あのトーンは全部完璧です。花火単体。確かに、ね、別撮りの方がね。いや、つらっとしてつらっとして。セリフの部分をちょっとだけテンポ上げてほしいですね。はい。申し訳ないですね。はい。よろしくです。はい。じゃあ、参ります。よーい。スタート。
山崎エリーエリーカフェは花火のように綺麗で楽しい番組です。ねえ、私と一緒にさ、夏の思い出作ろ。ピューッと許してください。あ、よかったということで、こちらが1ヶ月間流れます。ディレクターさんの夏の思い出が詰まった CM です。そして引き続き CM 原稿お待ちしております。以上、エリーの宣伝でした。テーマメールをご紹介していきましょう。テーマはときめいたことです。まずは、あやかちゃんからいただきました。ありがとうございます。あやかちゃん、私が最近ときめいた相手は飼い猫のるいくんです。生後2ヶ月頃から飼っているにゃんこですが、成長するにつれてだんだん構ってもらえなくなりました。かっこ私がしつこいのもあるかも。あら、先日ちょっと大変な出来事があって、母親が疲弊していました。あら、なんか二重になってる。あれ、あ、戻った。そんな姿に気づいたにゃんこが何度も母親の顔を舐めたりスリスリしたり、頭を撫でてくれているかのように、手で母親の頭をポンポンしていました。そんな姿を見てイケメンにゃんこだなぁとキュンキュンしちゃいました。私が落ち込んだ時には同じように慰めてほしいです。にゃんこだけではないと思いますが、ペットって飼い主の異変にすぐ気づくのすごいなと思いました。ということで、ありがとうございます。あー、かわいいね。なにこの幸せそうな寝顔。もうこれを見てたら、はあ、お眠りって。な、かわいい。ちょっとニコってしてるの可愛いし、この手がかわいい。なにこれ。あー、もうこうしたい。ムニ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 ってして、かわいい。こういうのね、お腹ふわふわって刺して怒らしちゃうんですよね。うちの子もね、やっぱ刺してくれますね。特にもう、亡くなっちゃった子はいるんですけど、メリーちゃんっていうね、私の白いトイプードルちゃんがいたんですけど、その子もうほんと幼少期からずっと一緒なんですよ。もうその子と一緒に育てられたぐらいの感じで、兄弟みたいな感じだったんですけど、その子が私にだけそう結構ツンケンしてて、普段全然優しくしてくれなくて、抱っこしてもすぐ逃げちゃうみたいな、なんか感じだったんですけど、泣いてる時にだけそばに来るんですよ。ずるくないですか。そう、男の子だったんですけど、その子なんか泣いてる時だけこう来て、でこうほっぺたこう舐めてくるの。もうそれがもうなんか、あーみたいな、かわいいなーってなって。そうなんですよ。なんかもう本当にね、可愛いってなったし、あと他にもね、猫ちゃん、うちも猫ちゃんも飼ってるんですけど、猫ちゃんもね、もうね、とにかく可愛すぎて、ずっとねよしよししてたら、もういやってこうする時の反応とかもね、もうね、性格ちゃんと、なんかそれぞれ性格が違うから、反応が面白くて、ペットっていいですよね。はい、ということで、ありがとうございました。以上、ときめいたことでした。後半パートでもご紹介していきますので、引き続きメールどんどん送ってきてください。はい、さて、お送りしてきました山崎エリーエリーカフェ、まもなく前半パート終了のお時間となりますが、皆さん楽しんでいただけておりますでしょうか。どうでしょうか。終わっちゃうね。ライブ直前の一人放送はこれが最後なので、あっという間でございます。ではここでお知らせです。山崎エリーフィフスシングルときめきズムは8月9日水曜日に発売されます。発売を記念したインターネットサイン会、特典会イベント、過去私会、そしてオンライントーク会を行いますので、詳しくは山崎エリーのオフィシャルホームページでご確認ください。はい、そしてですね、7月30日日曜日に ZEP ダイバーシティ東京にてワンマンライブ山崎エリー6ライブ2023バブルを開催します。第1部が15時半開演、第2部が19時開演、チケットは現在発売中です。イベントグッズも公開されておりますので、チェックしてみてください。で、S 席のね、限定特典もこの前公開しまして、アクリルブロックが出たんですよ。見てくれた。あれね、両面に印刷されてて、こうなんか立体に見える式になってて、
泡がね、バブルがあのこうちょっと浮き出てるように見えるような仕組みで、すごくこだわって作っていただいたのですのですで、あとそこにねサインを書くんですけど、今ちょっと別で新しいサインを考えておりまして、そろそろね、もうそろそろ私もなんかこういろいろ髪も変わったし、26になるのでサインもちょっと変えたいなと思って、新しいサイン来年ぐらいにそうなるかもしれないので、変わるかなって感じなので、ぜひ今のシュシュ、あ、すっごいハテナ今のシュシュちゃんのね、やつもぜひ大切にしてもらえたらと思います。そしてそして、メープルームも本日ございますので、ぜひ配信のあの入られてる方は見てみてください。そして続いて番組からのお知らせです。エリカフ次回の放送は8月25日金曜20時からを予定しております。ぜひ来月も見てください。ということで前半パートはここまでとなります。後半パートは会員限定放送となりますので、よろしければ声優グランプリチャンネルにご加入いただき、後半も視聴していただけると嬉しいです。それではこの後も引き続きよろしくお願いいたします。ここまでの方はまた来月、バイバーイ、ライブ来てねー。